はいえ、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますで、このチャンネルではですね私が一日一冊を目標に本を読んでそのレビューを 動画形式でお送りするというチャンネルになっています。で、えー、と多い内容は、まあ、ビジネス書であったりとか、えー、心理学の本。で、最近はお金や投資についても勉強し始めて、それをレビューしてます。で、もしご興味を持っていただける方がいましたら、まあ、チャンネル登録していただけると嬉しいですし、また、えー、再生リストが作ってありますので、あのー、チャンネルページからですね、アクセスしていただけると嬉しいと思います。で、今日ご紹介する本は、このセルフキャストというタイトルの本になります。 でえっと、今私はまあこうやって YouTube の動画配信をしてるんですけれども、えー、まあそれはどういうものなのかっていうのをまあ理解してみようということで購入した本です。 で、今日は主に3点、えー、ポイントを絞ってご紹介をしたいと思います。で、まあ、この本はですね。えっ、ー、と内容としてまあ、ざっくり。最初にご説明をすると、まあそのセルフキャスト。まあ youtube でのえー、まあ、個人による配信ですね。あ、youtube に限らないんですけども、もまあ、個人による動画の配信。まあ、撮影配信というものに対して、えー、まあ、最近の流れと。まあその効用。また、えー、最終的なう。 アウトプットとしてまあどういったことが期待できるのか、えー、あとはまあ実際にそのこういった動画を撮影する際のです、ねまあ、細かい注意点みたいなものも後半についていました、まあ、そういった内容になっています。で、えーとまあ、ポイント3点お話をしますとまず1点目はです、ね、このセルフキャスト、まあ、あの素人というかあの個人による、えー、動画撮影配信によって能力の発揮の機会が広がっているということです。 でこれはどういうことかっていうと、まあ、これまではですね、えっと、その動画の撮影であったりとか配信っていうのはやっぱりテレビ局とか、まあ、そういう専門のプロの方々の、えー、領域でしたで、まあ、理由はいくつかあると思うんですけれども例えば、まあ、機材が高価であったつまり高品質な動画を撮るっていうことが、まあ、プロでなければ難しかったでまたそれを配信するときに、まあ、動画を加工したり、えー、それをまあプラットフォームに載せるつまりまあテレビっていうメディアに載せて配信をするということが、えー、まあ非常に大きな参入障壁になっていたということですで、まあ、これが えーまあ、最近、ですねその YouTube の、えー、登場であったりとかまた iPhone とか、えーまあギャえー、Android とかですね、まあ、スマートフォンの動画の撮影のクオリティが上がってきたとか、まあ、そういったいろいろな理由が複合的に絡み合って、えーまあ、個人にもその動画を撮影して、えーまあ、インターネット上に載せて世界中に配信すると、まあ、そういう機会が開けてきているよということですね。 ででこれはあの非常に大きな潮流だと思っていますで実際、えー、まあ、ちょっと今から何年前か分かりませんけれどもまあ、インターネットというものがまあごく一般的にまあ普及し始めてでそこにまあブログというものが登場したりとかグーグルていうサーチエンジンができてきました。で YouTube もグーグルの今あの参加だと思うんですけれども、えー、まあ、YouTube っていうまあその動画 を、まあ、あのプラットフォームとしている、えーまあ、媒体がですねこれから、あのーまあ、広がっていくんじゃないかなというふうに個人的には考えています。でポイントの2つ目ですねでこの動画配信の、えー、サービスの大きな特徴として、まあ、蓄積効果というものがあるというふうに、えー、書かれています。で私はこれを、まあ、継続の仕組みが非常にうまくいっているというふうに理解をしているんですけれども それはどういうことかっていうと,、えー、とこういう動画をですね撮影をして YouTube にこうアップロードしていきますと私のチャンネルでも今3623個動画があると思いますつまり360何冊分ですねあの本を読んでそれをレビューしてその財産がですね私のチャンネルに積み重ねられています蓄積されていますで、えー、と YouTube のその、えー、と検索のアルゴリズムではですね、えー、おそらくまあ,ある程度動画がこう 蓄積さされれていてていいまた毎日配信されているとつまりその人がまあ努力をしてまあ継続的にそれを続けられているということをまあ評価をして、えー、アクセスのしやすさに反映するという仕組みがあります。 でこれが、えーまあ、再生数を生んでさらにその再生数をアルゴリズムに反映させて、まあ、検索に表示しやすくしたりとか、えー、するとそういうアルゴリズムになっていますつまりこれはどういうことかっていうと、まあ、動画をまず撮って配信をするとでそれで人気が出るもしくはまあ地道に継続をすると。 でそれによってまあえーまあ、再生数が伸びていくという仕組みになってますので、えー、コンテンツが結果として洗練されていくんですよねつまり、えー、続けられる人でなければ続かないしまたその内容をこう継続的に、えー、向上させていけないと、えー、再生数が伸びていかないと、まあ、これは非常にうまいプラットフォームになっていると思います。えー、再生 するあの配信する側にとってもですね非常にいいシステムですしまた見る側にとっても、まあ、最終的に長い目で見れば動画のクオリティがどんどん上がっていくと、まあ、非常に、えー、といいシステムだなということが、えー、まあ,あのそういうことを感じます。はい これが2点目ですで3点目最後なんですけれどもこれはですねその先、えーまあ、YouTube の外への発展ということですねで、まあ、これまでえっと今ポイント1と2としてまあ能力発揮の機会が増えますということと2つ目はまあその蓄積効果、まあ、その継続する仕組みですねについて説明をしましたけれども、まあ、3点目はですねそのアウトプットとしてまあえっと動画配信をしていくんですけれどもあの本当の目的というかですねそれはただ動画を撮って配信をするということではなくて、まあ、自分の能力を まあ日本中また世界中にですね配信を。 していくまあ、アピールをしていくということによって、まあ、何かそこに付加価値がありますよということを、まあ、あの非常に低い参入障壁を持って世界に示すことができるようになったと。で、まあ、そのメリットを生かしてですね、えーまあそのまあ、誰かの能力、まあ、例えば私の、えー、このレビューをするっていう能力に対して、まあ、どなたかが目をつけてくださって例えば出版社の方とお話が始まるとか、えー、まあこの本の中で紹介されていたのは地方の、えー、まあ非常に小さな町工場で、えー、っと高い技術を持っているんだけれどもそれを宣伝する広 費用がないと、でまあ、そういった会社が YouTube での配信を始めて、えーまあ、見つけてもらいやすくなったとまたそして継続的に情報発信が、まあ、無料でできるようになったとでそれによって実際に製品の受注っていうのが増えて、えー、本業がうまく回るようになったと、まあ、そういったアウトプットの面で、えーまあ、最終的には、えー、こう発展させていく必要があるということが書かれています。であのーまあ、今これれ点紹介したんですけれども あの今こう入り口とですねまたそれを継続して品質を改善していく仕組みまたそして最終的にアウトプットするっていう仕組みこの3点をですねあの理解をした上で、えー、まあこういった動画配信サービス にまあ参加したり、また自分がそのサービスを受けるということができると、まああの社会がですね正しい方向に向かっていくんじゃないかなというふうに私は考えています。でえっとまあ今はですね結構そのクオリティの低い動画であったりとかサムネイルでこう人をパッと引きつけるようなえまあサムネイルを使ってですねこう不当にあとは著作権を無視したりとかですねまあそういう不当な再生数の稼ぎ方っていうのがまああのあるかと思うんですけれども、まあ今後はですねそういったものもこの仕組みの中でまあ淘汰されていってえまあクオリティが上がってくるんじゃないかなというふうに。 思ってますで私自身はこのチャンネルはですねまあ、自分がこうやって本を読んで知識を蓄積するという目的のために、まあ、基本的にやってますので別にここで何かビジネスをしたいとかお金儲けをしたいというわけじゃないんですけれども、まあ、何かあのこの動画を通じてですね、えー、この本を読んでみようかなとか、まあ、他の本も含めてですねあの手に取っていただくきっかけになればまあそれはそれであの何て言うか。 あの、新しいまあ、経験を提供するお助けができているのかなと思いますので、まあ,あのそういった意味でこれからもこれを続けていきたいなというふうに考えています。はい、今日は以上です。あのよろしければチャンネル登録お願いします。